皆さんどうも、T 島です。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回、このバーカウンターですかね、設計図を手に入れて一応作ってみました。今なんかドカーンってなんか爆発したような音が聞こえたけど、気のせいかな。で、一応もう戦いですかね、あれ？なんかいるなと思った。なんかあれ、どっから入ってきたこいつは。気づいたらなんか壊されてるし、ちょっと修復して、よし、じゃあちょっと戦い行きましょうかね。まあ、今回本当になんかペースが早いですね、戦いのペースが。今までだいたいその一つのショーで5回6回ぐらいだったかな、最後のボスまでの戦いが。でも今回はもう今の時点で多分6、7回近くぐらいはもう戦い入ってるんじゃないかなと思うんですけど、一応まあ出てるんで、ちょっと行ってみようかなと思います。まあもしかしたら緑の旅の扉ですかね、がもうそろそろ手に入ってもいいかなと思うんで。ほうほう、なんか余計なことを言ったんじゃないだろうね。なんか過去のことなんか言ってたような。よし。完全に倒す兵器を新しく発明しなきゃダメってわけだ。おお、あの場所はちょっと気になりますけど、ちょっとまあ戦い先に行きましょうかね。で、フレームとかももうそのまま弾丸使わなくてもこの光の剣で倒せるみたいなんで、ちょっとウサギステーキで攻撃力を上げてもう一気に。よしよし、お、危ない。さて、今回フェーズ3まであるんで、もしかしたらまたトロルですかねとか、ああいうふうなでかいモンスターが出てくるのかもしれないですね。よし、ワイはこっちの敵を。よしよし、あと1体かな。まあこのキラーマシンとかメタルハンターも攻撃にさえ注意すれば、まあどうってことはないでしょうし、まあ与えられるダメージも3とかなんで、でこっちの攻撃もだいぶウサギステーキで攻撃力上げて80とかまで与えれるんで、まあそこまで苦戦はしない感じですね。おお、なんだ、なんか強そうなのが出てきた。ちょっととりあえずこの周りの敵を倒して、あとこいつだけか。よし、先生出番です。危なっ。あれ、先生が効かない。今までドラゴンとかでさえも倒してきてくれた先生が。じゃあこの炎の弾丸だ。あれ、炎の弾丸も効いてないのか、もしかして。となればもう
どこ行った？あった。もうこの砲台でちょっとイオナズムを食らわしてやりましょうかね。じゃあ、あ、いけるいける。ちなみにこれは食らったらどれくらいなんだ。あー16か、結構食らうな。でもまあスピードが遅いんで、動きさえ見てれば、でそれに多分自分がいた場所に飛ばしてくるみたいなんで、まあかわし方もそんなに難しくはないみたいですね。危ない。やっぱりちょっと欲張って2発は2発ぐらいちょっと発射しようとしたらダメですね。撃っては避けて撃っては避けて、なんかヒット&アウェイみたいな、あんな感じで攻撃した方が良さそうですね。でちょっと移動してやれば、まあそっちの方向に飛ばしてくれるんで、多分町の方に行ってしまったらね、あの町っていうか、まあ拠点の方が被害を受けてしまいそうなんで。さて、うさぎステーキを食べて、最後はこの、あーでも近づいたらなんかなぎ払いみたいな攻撃をしてくるんですね。後ろはどうなんだ。あーでも27か、あ結構与えられるな。でこっち食らうダメージも2とか3なんで、あーでも攻撃範囲がちょっと広い感じがするな。よしよし。よし、なんとかクリアですね。お、やっと旅の扉緑を手に入れた。じゃあちょっと大砲だけ回収して、あーでもこの旅の扉の緑は今度どこにつながってるんですかね。一応炎となんか氷のような世界はもうすでに出てるので、壊されてはないよな。間違えた。あ、畜生、近くに椅子があるんで寝ようと思ったらなんか椅子の方に反応してしまいますね。お、今回はなんか夢を見なかったですね。さてじゃあちょっと緑の扉設置して、よいしょ。新たな場所。よしよし。じゃあこれでちょっとアメルダの方ですかね、クエスト出てるんでちょっと聞いてみますかね。うんうん。あの氷の腕は氷河魔人のものに間違いなさそうだ。あーまあそういうことになりますわね。うん、最終兵器を作り出さないと。お、行ってきてほしい場所がある。ガライの町の跡地、跡地か。最終兵器の手がかり。うんうん。ラライの研究記録を探してきておくれ。よし、ちょっと行ってみようかな。
どんな場所なのかっていうのもちょっと気になるんで。あれ？こっちも雪の世界？よし、じゃあちょっと行ってみようかな。お、薬草とか傷薬の素材が。おお、やっぱりなんかいるな。なんかあの水色のが見えた瞬間に絶対出てくるだろうなとは思ってたんですけど、でもあっちの方に行かないと。これがもしかして研究所っていうことなのかな。なんか建物らしきものなので多分そうじゃないですかね。おお、こっちの方まで飛ばしてくるのか。あれ、誰かいる。あ、なんかメタルハントのちっこいのがいる。お、あ、やば、ちょっと待て。どうやらあいつを倒さないとダメみたいですけど。こいつらが邪魔だな。ホークマンなのかガーゴイルなのか。ダメだ、ちょっと雑魚敵を相手にしてたらこっちがやられそうになるな。わー、なんかラリフォーみたいなの唱えるし。よし、ちょっと大砲使って さて、これでどこまで射程距離が届くかな。あー、届いてるかな。ちょっともう少し前っぽい感じかな。やばい、起こしてくれ。よし、もうちょっと本当この敵とかが邪魔ですね。さて、これぐらいだったらいけるかな。当たってるかどうかがわからないのがちょっと厳しいな。もう一マス前かな。ここだったら多分、あ、当たってるな。ちょっと装備を力の指輪での、まあ、目覚ましリングですかね、こっちに変えといて。多分当たってはいると思うけど、危ない。さて、この大砲が届くかな。あー、これは届かないな。よし、ちょっともうこっちの大砲、このイオナズンの方で対抗しましょうかね。じゃあ、あれ？モンスター7体。あー、あのブリザードもっていうことなのかな、もしかして。いや、こっちのなんかガーゴイルみたいなホークマンみたいなやつも倒さないとダメっていうことなのかな。
お、なんか剣が刺さって抜けないのか。これ一回クエスト外したら、あーでも一体倒したのはそのまま残ってるんですね。危な、これはもしかして微妙に当たってなかったりするのかな。よし、ちょっと一旦ウサギステーキ食べて、周りのこの雑魚的、あーでもきついな。この氷の塊さえ当たらなければ大丈夫なんですけど、結構強いですね。この後ろにいたらなんか守ってくれないかな。あ、やっぱり無理だな。よし、ちょっと1体ずつ確実に。ちょっと距離を置いて、あとはあの周りにいるブリザードかな。危ない。厳しいかもしれないな、これは。あの氷の玉をかわしながらっていうのはちょっと難しいですね。よし、これで。あー、これは効かないな。よし、ちょっとお風呂に入って、ふう、ちょっと一休みしましょうかね。多分こっちまで届かないと。おい、そんなやられ方ってあるのか。のんきに風呂なんか使ってる場合ではなかったな。なんてこった、無駄に死亡回数を一回増やしてしまった。よし、ちょっとあの回収だけ行きたいと思います。あー、じゃあもしかしてあのクエスト途中7体中3体か4体ぐらい倒したのは無駄になるのかな、もしかして。あー、でも大丈夫だ。まあこれはまあ確実にまあワイのせいですけどね。のんきに風呂なんか使ってるのが悪かったんですけどね。よし、こいつちょっと回収して、この上からこのイオナズンの砲台で、多分当たってはいると思うんで、ただこう周りの敵はやっぱり邪魔ですね。いやいや、まさか1回目の時当たらなかったんで大丈夫だろうと思っていたのに、まさか風呂に入ってる時にやられるとは。
まあでもまあ仕方がない。よし、これでなんとか倒せれるかな。ちょっとどっかに木の作業台がないかな。傷薬を作りたいんですけどね。さてどこらぐらいまで体力は削れたかな。危なっ。なかなか倒れないですね。なんかこの大砲にもね、あのメラゾーマとかああいう風な弾を込めることができればね、結構あの相手氷なんでいけそうな感じしますけど、まあベギラゴンとかね、熱とか炎系だったら多分氷には有効だと思うんで。あ、倒した倒した。よし、じゃああと残り2体ですか。多分このブリザード2体ですかね。よし、あ、ここがガライの町だったんだ。よし、ちょっとなんかあのちっちゃいメタルハンターですかね、あれが何体かいるみたいなんで、ちょっと傷薬だけ先作って話聞いてみましょうかね。あ、ここにもいる。あ、なんかみんなもうやられてる感じなんだ。あ、こいつかな。マシンは一発は魔物たちに奪われた。代わりにこれを持っていけ。アメルダ、ラライさんも愛した人守ってやってく。もうちょっとなんか壊れかけみたいな感じなんですね。いた。あー、ちょっとあっこになんかメモがある。あー、っていうことはここで研究してて、まあそれに気づいたモンスターたちが襲ってきたっていうことなんですね。ここに、おー、マシンパーツ。ほう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 。まあ確かに。お、なんか文房具を手に入れた。さて、じゃあここはもう何もない感じなのかな。なんかこの壁とか、あ、おしゃれな壁。こんなんがあるんだ。おしゃれな柱。あ、さて、ちょっとじゃあ一回戻ってクエスト完了させて、今回はちょっと動画を閉じさせていただきましょうかね。さてさて、アメルダはいた。うんうん、おお、そんなに急がないといけないのかな。おお、なんか確か炎と氷を合体させて
爆発的な力を得る手技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいな、みたいだ。あいつは結局炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。このメモを完全に読み解くのは私には荷が重そうだ。でもなんとかしてみるよ。っていうことは何か強力な大砲みたいなのでも作るのかな。さてじゃあちょっと今回はこの辺りで動画を閉じようかなと思います。まああのちょっとあのバカなことして一回ちょっと死亡回数を増やしてしまいましたけど、まあまあなんとか倒せれて、まあ開発メモですかね、あれも手に入れることができたんで、まあ次回またクエストですかね出てるので、まあそれを、うん、まああの動画撮る前にまあちょっと確認してみて、まあすぐ行けるようであればまあそのままクリアしてからまた動画撮ろうかなと。これ何してんのこのとこで。ちょっと人、あ、Y の拠点を壊さないでって思ったけど Y が拠点を壊してるな。これどっから入ってくるんだこいつらは。なんか結構もう終盤っていうんですかね、なってこうなんが多いですね。拠点を攻めてくる敵が。で普通になんか街の中まで入ってくるね。多分あのピストンですかね、あの上に登って入ってきてるんじゃないかなと。これちょっとなんとかしないといけないな。はい、では今回この辺りでちょっと動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。